飯さっきメール送ったんだけどさ、夕方もう4時16時ぐらいにご飯食べ終わっちゃって、いや普通にお腹空いちゃってさっきいちご買っついてよかった。うん、いちごおっきい。今日ね、私がいつも行ってるスーパー、いちごいつもよりなんか今日はサービスだって言って100円も安くしてくれてて、だから2つ、まあ1人2つまでだったんだけど2パック買ってしまったよね。買っちゃうよね。うん、めっちゃ美味しい。うん、本当に美味しい。いやー今日はね、いいね、もうね。なんだっけ、忘れちゃった。産地でしょ、どっかの。ちょっとごめん、見るの忘れちゃった。アマオじゃない、アマオはね値下げしてなかったの。品種？え、分からぬ。なんか九州だった気がするな。うんふん、うん、分かんないや。形で分かるのすごいね。あの形はアマオじゃないって。あ、それかも。豊の花、豊の花、なんかそんな感じの名前だった気がする。うん、かわいいね、すごい。なんか立ちつてとの何かが入ってた気がする。いちごってさ、食べてるときさ、罪悪感がないのがいいよねむしろ食べてなんか健康になってる感じがする。うん、このねシーズンが本当にいいね。いちご合う。なんかケーキ屋さん行ってもいちごのケーキいっぱいあってテンション上がる。今日もだからね、夜ご飯食べ終わった後行っちゃおうかなと思ったんだけど、でもすごい行列だったから諦めた。まあ逆にね、行列になってくれててありがとうだったね。食べ過ぎちゃうところだった。やっぱ冬だよね、冬最高。キロフェボンじゃない、ハーブ酢ね。どうしてあなたはいつもさ、私に頭叩かれたって聞くの？なんでいつも聞くの？叩かれてないよ。なんでいつも気になっちゃうの？叩かれてないよ。私も気になってた。なんでいつも気になっちゃうのかなって。心配なのか。優しい。安心して、叩かれてないよ。うんうん。ああ、キングスライムちゃんいるよ。紹介したくて。かわいい。かわいい。私の寵愛を受けているキングスライムちゃんかわいいの。これ絶対なんか布じゃないの。誰かが言ってた、なんかゴムみたいなの入ってるんじゃないって。多分本当にそうだと思う。私も指先がね、いちごのあれついてるからだけど、
めっちゃかわいい。本当もう何この反発してくる感じ、めっちゃかわいいの。あんま似ないんだよな。どうしたら似るんだろうこの感じ。さっき結構似てたんだよね。こうかな。あんま似ないね。さっきすごい似てたのに。あのね、黒目が結構大きいからね、このこれが結構開かないとできないんだよね。なんかあんまり上手にできない。あんま可愛くないね。可愛い。失敗に終わりました。さっきの方が上手にいったの。あ、でっかいのもいる。キングじゃないけど、ファンの人がくれた。これはずっといるよ、うちに。あ、でも結構前にもらったメタルスライムちゃんは実家送りにやってしまったんですけれど、この間実家帰った時に誰にも使われてない寝室でホコリかぶっちゃってた。かわいそうに。でも大丈夫、あのメタルの色とホコリの色はそんなに変わりないから。ナイスフォロー。うん、溶け込んでた。大丈夫大丈夫、私が保証する。うん、いつも大きい。なんか不揃いで大きいのも入っててちっちゃいのもっていうのと、全部ある程度形とか大きさが揃ったものがちっちゃめなんだけど、それがたくさん入ってるみたいな図を違う種類をね買ってきた。2パック。うん、そんなバリバリじゃないよ。程よい。私のうちの見学ツアー、あ、実家？特殊なんだよね。なんか今2軒ある。2軒あるって言って2軒買ってるみたいになっちゃうけど、そうじゃなくて、まあそうなんだけど。いや、あの祖父祖母が使ってたみたいなお家の方にもこうね使ってるよという、別荘とかじゃないですよ。うん、片方がなんかすごいリフォーム、私がこっち来てる間に知らない間にリフォームとかされてて、とてももっと住みやすくなってみんなそっちに行っちゃって。そうだからメタルスライムさんがお世話されなくなってしまってました。違って大きいの2つ残ってる。ちょっと待って、本当に美味しい。私もポテトとかポテトチップスも大好きだけど、でもそっち食べるよりね。
練乳つけないもん。で、練乳つけるのあんま好きじゃないな。はぐれみたい、あ、メタル、ん？メタル？スライムじゃないんだ。はぐれメタルって言うんだ。あんまゲームはね、あんまやったことないからわかんないんだよね。お正月にポテチで太っちゃったの？いっぱい食べちゃったんだ。いやでも美味しいよね。何が好き？私は、あー選べない。いやでもやっぱ一番はのり塩じゃない？のり塩で、2番目がコンソメかな。片揚げのあの塩ん黒塩コショウも好きだよ。わかるよ、美味しいよね。何を食べ過ぎちゃったの？あ、ブラックペッパーか。幸せバター、あー食べたことないな。蜂蜜自体は好きだけど、私はなんかピザとかしょっぱいものに蜂蜜合わせるのはあんまり好きじゃないかも。すごい美味しい組み合わせにまだ出会ったことがないだけかもしれないけど、だからもし番組とかロケとかでそういうの食べられる機会があったら試してみたい。ポテトチップスのチョコがけあげて、違う、それはね美味しいやつに出会ってない。え、ロイズのとか食べてみてほしい。それは食べたことあるかな。ロイズのやつすっごく美味しいんだよ。それを食べてからちょっと判断してほしいね。ロイズやばいよ、もう止まらなくなっちゃう。うんうんうん、ごめんごめん。